こう。この苦労大丈夫しませんね。ありがとうございました。どうもありがとう。続きまして、コロッキーの要請です。優勝いたし平田さん選手に向かってまいります。はい、ありがとうございます。さあお願いします。あ、ほっとしましたね。はい、ほっとした。はい、改めてモーターについてなんですが、今節の仕上がり、どんな相棒のモーターでしたでしょうか。もう那須さんのおかげです、本当に。はい、前回走った、そう、はい、でも那須さんがもう優勝させてくれました。はい、特徴としてはどのあたりが良かった部分でしょうか。あんまりちょっと好きな体感ではなかったんですけど、ずっと足が良かったので、なるべく触らないようにしてたんですけど、今日ちょっと触って一瞬壊しました。あ、そうだったんですね。そして優勝戦1号艇で、まあ、強敵もいたわけですけれども、はい、スタートそして1周1マーク、ご自身ではどう振り返られますか。そうですね、スタートは鉄管届いてなかったので、これはもう踏み込んでいっても入るなと思って行きました。はい、はい、そして1周1マークのターン、ご自身では振り返っていかがでしたか。まあ、ちょっと失敗したんですけど、焦って、はい、でもいいスピードで回れました。そうでしたね。はい、去年は年末に G1 クイーンズクライマックスで優勝しました。はい、そして今年この1月に早々優勝を手にされました。リズム、近況いかがでしょうか。そうですね、はい、とてもいいと思います。はい、2021年始まったばかりですが、具体的な今年の目標があればぜひお聞かせください。そうですね、去年よりいい成績を残して、上の舞台で活躍できるように頑張ります。下関でも活躍光っていますね。本当にここはちょっと怪我したところだったので、本当にちょっと恩返ししたいなと思ってたんで、よかったです。はい、そうだったんですね。はい、はい、それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いできますでしょうか。はい、今年も幸先のいいスタートを切れたので、このまま突っ走って最後まで頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。今年